YouTube を始めて約1年、なんとポンコツ学校の生徒さんから千葉県流山で約35坪以上の2階建てのお家をもらった職人ポンコツは超おはようございます。いやー、今日はこれまた本当にとんでもなく光栄です。後輩にすいません。家もらった。ベッツももらえるんですけど、ベッツは一応車の免許を取りに行ったら年内にね、ベッツもらえます。でも忙しすぎて代打送るから代打にあげてくれって今交渉中です。はい、それでは交渉してるさなか、ポンコツ学生さんがよかったら使ってくださいって言ってくださいまして、今はひとまず無償で買わしてくれって言ったんですよ。買います、ローンで払いますんでって言ったら、いやもうお金はいらないです、要するにあげるってことで。別にもらったものを名義に変えるとどうなるか知ってます？固定資産税っていうのかかるんですよ。せこいでしょ。っていうことを提案してくださりまして、いやどうぞ使ってくださいと、番長自由に使ってくれって言われたので、すぐ荒川支部にいる本部長にすぐビャー電話して、いや本部長見てる、昨日電話した通り、本部長は神奈川県なんですよ、本拠地がね。それで千葉県の流山っていうところを地図で調べたらクソ遠いの。で本部長にそこ任して、荒川支部の本部長の拠点にしてもらおうと思ったんですけど、ひとまずポンコツ、学校かなんかの指定をそちらにしたいと思います。で住所などはくれた方に迷惑かかるから、とりあえず住所はあげません。ただ流山っていう地域にちゃんとあります、これ事実ですって。で学生さんと喧嘩したら多分なくなります。だから仲良くしたいと思います。はい、孤独の野郎です。でもとてもいい方で、でもね、聞いてくれる、この間ポンコツ学校で1回来てくれた時にベッドから落ちて、寝てる時にベッドから落ちて指骨折して休んでました。それで骨折が治ったからやっと来てくれたっていう、すごい親切な方で、今横で相場やってくれてます。まだ建設現場なんて入ったことないんですけど、もう丸の子で僕の相場やってるって。今日はそういう動画をね、まあ、後ろの天井スタジオをやりながらトーク動画と作業動画と同時進行で行ってみたいと思います。いやー、家もらったよ。そして学校の生徒が東京のそこの千葉の流山の物件を指導用物件として扱っていきますので、集合するときは大阪と千葉県もできましたんで、皆様おめでとう、ご期待よ。年内頑張ってお金を作って、そこの材料地を僕が作ってですね、皆様に仕事を提供しますので、ご期待よ。それでは作業動画とトーク動画同時進行、珍しく行ってみよう。はいどうも。はい、それでは作業する前にちょっと解説していきたいと思います。隣の部屋と昨日やった天井時はこちら、ドーンこちらなんですけど、これも一緒にやった天井時で、まあ、それを同じ高さにお節さんがしたいという希望がありまして、今ちょっと見えないんですけど、当たってしまってつなぎが当たっちゃって、ちょっとまあ火打ちもそうなんですけど高さを下げたと。でそれで相手がいないところに寸さんを下地を打たないといけなくて、おお危なっ。まあ、パッキン入れたりとか引き割ったりとか面倒くさい時はこういう、これは三寸五分の割りなんですけど、まあ、90の割りでも21でもいいですけど、60の割りでも打って、そこに寸差を面で打ちます。それで上強度を保ったら、全然天井なんて正直ボードを9ミリのボードを張ってるだけなんですよ。そこなので落ちてこなかったらはっきり言って大丈夫です。まあそれは人それぞれなんです。僕はそういう風にやってます。でこれで高さが一緒になったので、ここからスンサーを流すという風に思ってたら、まあいいや、こっちがちょっと調整します。補強で入れた割りが高さがちゃんと開花してなかったすいません、どうしようか。そしたらこれをもうこれを取ったり外したりめんどくさいんで、もう一回上から割りを打ちます。それではそれやってからスンサー流してみよう。はい、それでは今このなんかそれなりにやってごまかしてやってます。まあ図面がないし毎回そろっと考えてるのでよくあること。なんか最近オンラインサロンとか
で、炎上してる方がおられるんじゃないですか、ネット界でね。今いてるんですよ。すごい有名な方でね、ビジネス系で。で、その方が過去を偽装してるとか、なんか、どっかの大きいね、インターネットの会社に勤めてたとかいうのを、まあ、嘘だったとか、なんか、そういうことを叩いてる人がいてるんですけど、僕は、殺人未遂で逮捕されたとか、大阪から東京に夜逃げしたとか、いろいろ告知してます。で、今日初めて見られた方は、過去のなんか自殺未遂を3回してるんですけど、まあ、そういうことを言ってる、事実なんですよ。全部控えめに言ってる事実で、もっとえぐいことあるんだけど、YouTube で言っちゃうと、アカウントとかに問題が出てくる可能性あるので、言ってないだけで、私、とんでもないやつだったんです。とんでもないけど、とんでもないことをやらざるを得ない、生まれた環境だったわけですよ。それがとてもムカついてクソ野郎と思って生きてきました。誰も教えてくれないからね。で、私は編み出したんです。そういう人が楽しく生きていけれる方法っていうのを私が編み出したので、それを YouTube で公開してるっていうことなんですよ。そんなことでへこたれるなっていうのを伝えたいだけなんです。そして言ってないこと、わかりますか？僕が全国にはいろんなところに顔写真が貼られてた過去はまだ皆さん知らないじゃないですか。でも僕隠してるわけじゃなくて、僕から言ったら自慢話かなと思うんで、僕実際に東京にいてる時に大阪の曽根崎警察署からインスタグラムを上げて指名手配みたいなのに夜逃げしてかかったわけですよ。それで本当に刑事が2人東京の広っていうところに来て、で、富野社長にお願いして、身柄引き受けに柄受けって言うんですけど、それなってもらったから、僕逮捕されなかったけど、要するに未解決事件って私、そういう状態だったの、数年前まで。それで、今、頑張ってると。そして僕の過去を知ってる方、いっぱいおられると思います。もう、なんか秘密のぐるぐるのなんか、あるじゃないですか、アカウント。自分ってバレないやつで、僕が昔どんなんだったか知ってる人入れといて、そしたら僕やっと、それについて、お話できると。それお話ししたら、動画また、ボボンって視聴上がるんですよ。もう、前例がないから。全部オープンにしてやろうと思って、なくなってます。なので、僕の過去を知ってる方、よろしくお願いします。どんと、お前こうだっただろって言ってください。そしたら僕、遠慮なく、ポンコツ番長の控え室で、そこのチャンネル登録をすぐに1000人に達せれるぐらいの、どえらいことやってきたんで、だから全国に指名手配みたいな顔写真貼られるんですよ。それでも私何クソ根性で生きてきて、それを全部解決してきました。まあ、解決したかどうかわかんないけどね、今も狙われてるかもしれないから。それでも YouTube 顔出してあげてますから、それなら来いですよ。そういうことで楽しんでます。ということで、今これを止めてやっていきたいと思います。はい、それではポンコツ学生さんが入って、で、丸ノコ練習して3日目ぐらいでこうちゃんと切り替えてくれて丸ノコ入れてます。これをここに固定していきたいと思います。いやー、僕も延長するな。延長組に入んじゃないの。私もワクワクするわ。炎上して言われてみたら、ヤフーニュースとかに取り上げられたりして炎上して。もうそうなったら一流 YouTuber です。危なぁ、燃えてるわ、ほんまに。昨日までのことなんて全部ネタにして壁に書いてやるんですよ。そしたらもう過去は財産ですから。なんでも経験は宝物、資産です。資産で死ぬ財産じゃないよ。で、今ね、またこれスープを読んでポンコツ学生さんに切ってもらいます。1575。いやー、一人だったらね、降りてやらないといけないでしょ。わざわざ東京から来てくれて、で、学費を払って来てくれて、昨日は国産の牛タン、僕がさばいたやつを食べて、ホルモン焼きそば食べて、大阪の新岩宮のめちゃいいホテルが、GoTo トラベルで、千楽で泊まれるって言って、そこで寝られたと。で、昨日の夜にご飯食べてる時に、バチョーって言って、僕、実はこういう物件持ってるんですけど、使ってください。言ってくれたの。神様、また増えた。皆様。
家は買う時代じゃないです、もらう時代。いやこれ本当に地方行ったら家とか山とか土地とかくれますから、あの早くやった方がいいですよ。もう GoTo トラベルとかだんだんコロナのことあって今田舎に住む人が増えてますから、そういうの特典は早い時に助成金とか使った方がいい。それではこのまま続きいってみよう。アイドー、はい、すいません、ちょっとね床の足場が今日はめちゃくちゃ悪くて、ポンコツ学生さんはもう5時回ったんでお風呂に行きました。僕は明日の片付けとか、明日は大阪の電気屋さんがちょっとお勉強に初めて現場に来られるので、その準備と、まあ、拾い出し全部やって、僕この現場の設計も拾い出しも全部一人でやってるんですよ。それで明日合計4人の学生さんが現場に来られることになってます。なので朝からいろんな人がね、あのもう学生さんが学生さんを指示してお仕事をやってる状態なんですよ。お仕事っていうかお勉強、お仕事っていうと、まあ、あのいろいろ複雑な大人の事情が発生していろいろ面倒くさいことが多くなるので、お仕事はしてません。お勉強ね、学校なんて技術の勉強を学生さんが学生さんに教えてるっていうすごいことが起こってるんですよ。そして明日新たに来る方は少し経験もある、まあ、プロの電気屋さんですので、まあ、もちろん道具の名前も知ってますし、現場のお触りはもう経験者ですので、もうその方にはボードを貼っていっていただこうと、天井のややこしいところあるんですよ。それをインスタに上げたら、あのインスタでいいねって言ってくれて、そっちの写真がこちらドーン、この天井を明日貼ってもらいます。僕は楽しようと思ってます。僕下1階の天井下地をやっていこうかなと。下地がやっぱりね、いろいろボードは正直何も考えられなくても貼るんですけど、下地はちゃんとしとかないと後で面倒くさいことが発生するので、ということで今日はこの後今撮影終わったら僕また新たにポンコツ番長の控室っていう動画毎日投稿してたんですよ。それを復活させたいと。その理由が、まもなく僕の身元過去がバレるというか公開してくれる方が出てくるはずですので、それのトークは職人ポンコツ番長の控え室でやっていきたいと。そしてそちらの登録者数を軽く1000人、まあ早かったら12月中に行きたいなと。今100人くらいなんですけど、なぜ簡単に行くかというと、とんでもない過去を私持ってます。全国に顔写真が貼られる過去なので、そこはその動画はバズるかなと。ただ燃えます。だいぶ燃える。大炎上、楽しみ。叩かれまくる。叩け過去ですから、過去は告知していくと殺人未遂で逮捕された、だからどうしたと僕は言い続けていきます。それなりのものを背負って生きてきてますよ、はっきり言うけど。それなりのことはやってきてます。それぐらい覚悟を持って人の命も人の人生も預かっていきたいと、そういう熱い男です。ということで皆様ごきげんよう。今日はこの辺で、また明日、バイバイ。Can you tell me what you want?